はい、皆さんこんにちは、ちでございます。今ヒって言いかけましたね。東白山で三国志十三やっていきたいと思います。まず、報告します。陳林さんにね、はい、だーだと受けましょう。で、次はちょっと待ってね。あれ、どこの、あ、上等だよね。やってるように見えないんだけど、あ、まあいいでしょうか。はい、8日もかかっちゃうのね。少し失礼するわ。光栄に存ずる。兵糧を使っての新たな商売を考案しましょう。この兵糧をいただける。ああ、もうガンガン持ってって、もううち兵糧あんま足んないとこだけど、はい、さあこれでデリデリくださいよ。こうしてはいかがか。はい、巡察、ああ巡察はもう一貫やってください、どんどんね。こうしてはいかがか。はい、どうぞどうぞ。構いませんよ。はいはい、あ、ちょっと待って、人材の登用、あ、観光さん出てきた。あ、捕虜、あ、捕虜か。あ、課題の捕虜なのか。いや、もうこれは行ってください、加工園さん。あ、純育さん出てきた。純育さん誰に行ける。敵役がおります。いや、私会えないんだけど会えないのにどうする。純育さん会えないんだよね。私敵役って言われてるけどね。あ、水挙、あ、水挙があっても会えないと仕方がない。会うためには、会えないね。逆に仲良くなった瞬、あ、登用された瞬間に会いに行ってちぎっちゃうか。立った。うわ、龍門さんも来てるわ。何、どこ、これ。敵役がおります。どこ、序南。ほえー、いや、まあとりあえずね、観光さん、加工員さんでお願いします。いいかしら。お任せあれ。酒ね、酒でもね、酒かえないと。報告いたす。出れてくれたら最高。ありがたく。お、来た。出れたね。はい、何、エビは追いませんよと。よく来てくださった。あ、78なのね、これ。じゃあ論議しないといけませんね。考えがあるのですが。いやー、巡査なんとかしたいね。もう仕事山積みだわ。ほんと旦那探してる暇ないね。おじいちゃんとちぎってる暇もないわ。おー、上皇さんも来ちゃった。さっき、あー、これ無理だな。上皇さん無理だわ。タイミング悪いね。はい、これは東博だなと。あら、何か悩み事があるようですが、おー、正論であるべきだと思うけど、おい、合ってますよと。はい、清張の役人に仕事頼んだから賄賂を要求されたので、あー、これはちょっと怒ってやらないといけないね。許しがたいと。いや、行きますよと。まあ、うちのじいちゃんね、ちょっともうある種腐ってっからね。政治というか祭り事はね。構いませんよ。さあ、上皇さん手伝ってあげたいけど、先に予約は陳軍さんで入ったので課題行ってきましょう。行きます。はい、上衛さんと李祝さんが新州に行って爆薬の友になりましたと。同志も3人、これ旦那枠でしょ。これ旦那枠なんでもう入れないんですよね。早く増やさないと。お金はまああるから、うーん、難しいな。はい、あ、もう女優さんもなくなっちゃった。難しいな、枠増やそっか。あら、あ、同志が忙しすぎて仕事できないってさ。加工編さんが実績を積み了承を名乗りましたとね。ほいほい、あー、酒場で会いましょうか。あ、なんだっけ、遠行さんでいいのかな。エンマだよね、エンでいいのかな。敵を知らぬの知ればと。はなんだい、あ、長子さん、長子さんはね、感服軍ですよ。はい、その通りですと。この人が遠将さんとおいたら厄介なんだよね。もう曹操さんいないからね、困ったなというところではあるんですけども。さあ、外注で、何するんだっけ、調査。あ、調査だね。はい、行を攻めるから兵出せと。もうあれか、言われてないから出さなくていいのかな。いいという気がするんだけどね。今出せる人いないでしょ。ヘルプ出せる。あ、全然出せるじゃない。
じゃあ上皇さんと総和民さんで行ってもらおうか。で、景気兵でね。はい。ああ、もう仕方がないわね。ちょっと縁を落としておきたいんで。戦果をこの手に。もう何でしょうね。もうおじいちゃん本当イケイケで困っちゃう。はい、少し話を聞いたのですが、陳軍殿が不正を働いていたの話は本当でしょうかと、ここからも飛ばしますね。いやーもうぶっちゃ、おー知力は高いな。聞くだけは聞くといたしましょう。あとこの子弁舌なかってこれで文官って言ったらちょっと本当ね、光栄さん怒ってあげないといけないかもわかんないねって思ってますもんね。ああこれ主張来そうだな、行ってみましょうか。まさか。お当たった。あ、いや相打ち、相打ちでもこっちの方が減ってるんだもんね。うわー、どう行くべきかな。あ、勝った。覚悟決めました。勝ったと言ってもね、この2回目を勝っただけでねこれでも安心できないのがこの子なんだよね。あこれはダメだ、無視だ。こちらの方が損は少ない。いやー、あーもうこれだね。まさか。あ、勝った、よかった。決めました。孤児にはこのような例もあります。なるほど、そういう見方も。よかった、なんとかまとまったわね。この子で完膚なきまでに勝てることがあるんだろうか。さあ、陳軍さんに報告ですね。でその前に酒場もう一回行けるね、段はね。え、あとこんなとこいんの。あ、一人で来てんのか。聞いてくれ、大井さんの名前。大井さん、大井さん、まあ、我が軍かな。甲虫軍ではないと思うんですよね、大井さんって。我が軍、流氷軍か。出れてくれるかもしれなかったのに。さあ、陳軍さんに報告いきましょう。急ぎましょう。あら、そこにいるのは。うわ、大井さん来ちゃった。あ、でももう、落葉を取ってれば、ライブの時にね、コメントでお聞きしたんですけど、落葉を取ってればもう大井さん発動しないそうなんですよね。ただ、連座イベントっていうのがね、私ちょっと見たかったな。おじいちゃんと一緒に連座で殺されるっていうイベントがあるらしいんですけど、まあ、文字しか出てこないらしいんですけどね。私の、聞いてくれ、あ、東長さん、あ、東子さんかな。これは炎将軍かな。我が軍ではないと思うんですけど。あれうちでしたか。あら、見たことなかったからね。安心してください、言われのない役はまもなく収まるでしょう。さあ、早く陳軍さんも上がってほしい。お、文化と衣服を交換しました。さてさて、でこれ私ね、あ、陳軍さんが行けんだね。陳軍さん誰とかいいんだろう。あ、縁員さん、あ、義司祭さんだ。あ、万長さんもいいけどね。義司祭さんと言っておきましょう。あ、で万長さん、万長さんが36か、ちぎれるね。その前に、でもそうだ、その前に購入しとかないといけないね。うわー、朝鮮人参は高いわ。銀符で、で、誰か低かったはず。義司祭さんが低かったのかな。あ、エイさんが低いんだね。義司祭さんは、あ、95もあるから大丈夫だね。チンゴさん93あったので、とりあえずエインさんだね。よくぞおいでくださいました。エインさん、何欲しい。81だからね、20上がるとほうとうかな。15でもいいんだけどね。15でもいいか。81から15だと96いくもんね。あー、でも待てよ、でも待てよ、うちの軍師23なのかな。あー、まあ本当にしときましょうか。100にしたら問題ないもんね。身に余る光栄にございます。出れてくんないけどね。いや、これでまあとりあえず談話して帰りましょう。提案いたします。
はい、遠行さんが課題の課題近郊の霊を置こうかな。あ、まだ来てるね。手伝っちゃいましょうかね。手伝っちゃいましょう。あ、ここの構えんだね。少し失礼するわ。光栄に存じまする。いや、出れてくださいよ今度は。で、どうなってんのここ。兵糧を使って新たな商売を。あ、いいですよ、もうガンガンいっちゃってください。兵糧も1万8000しかないけどね。はい、新商売予想通りと成功する。おお、よかった。守備はこのような。はいはい。あ、そうだ、宝泉おじさんともちょっとちぎっとかないといけないね。あの人ちょっとギリギリでは おじさんになるからね、養子だから。はい、構いませんよ。さあ、なんかね、なんかやることたんまりで。あ、万長さんとはちぎっとこっか。そうだね。で、この人、この人はもう何もできない、何もできない。あ、今そう、2人動いてるもんね。で、ここの状況はどう？あ、ジョコさん入ったね。あ、これ負けないね。いやー、次はどことやり合うの？もう次は遠家と激突かな。うわ、流氷群も多くなってきてんね。まさか。あ、落としに行くのかな。結構あれですね。はい、チンゴさんから手紙が届きました。宝刀を義祭殿に送ったところと非常に喜んでいただけましたと。このようになりました。はい。光栄に存じます。起きた、出れた。はい、あ、陶器の金量がありました。よかった、よかった。あ、宗純さんが負傷を受けましたね。さあ、感謝41だったら全然いきますね。引っ張っていきましょう。と、あと、お、同志がいませんか。え、そんなにお忙しかい。チンクさん、掘り込める？お、掘り込めるわ。あら、旦那枠じゃなかったんだ。あ、旦那枠は旦那増やしてからか。おー、あ、でも仕事してっからできないと。チンクさん、まだまだ7品館もなってないよね。あ、9品館だ。ダメだ、ダメだね。じゃあ万長さんとちょっとキャッキャッウフウフしましょうか。はい、と。考えがあるのですが。はい、長生さんが受春金庫、採用で。ああ、ゴトンさんも受春金庫。もうほんと報告します。はい、あ、観光さんも投入してはどうかと。ああ、義司祭さんだったら間違いないでしょう。さあ、どんどん行かせましょう。あ、そうだ、おお、観光さんも出ちゃった。敵役がおります。マンチュさん横取り。あ、敵役がおります。マンチュさん横取りできない。敵役がおります。カッカさん、私が行こっか。行けるかな。考えがあるの。承知いたした。でもまだ議論してんだよね。あ、しまった、マーチョさん行かしたからもう不在になってない。不在になってないね。不在になってないね。こっからが御用向きを伺います。腕の見せどころかな。あ、でもこの人とちぎりたいね。そんなゆとりないのかな、本当は。会いに行かないといけないのかな。はい、報告します。はい、どうぞ。構いませんよ。あと早く紙幣枠増やしたいね。あ、紙幣枠じゃないわ。ああ、炎章軍が城兵を制圧しちゃいました。はい、お、人事まだ行かないんだよね。東洋行ってんだけど。よくぞおいでください。これじゃあちぎっちゃおうか。いいかしら。運が良ければこれで80になるんですよね。今69だから。あー、リモンさんがね、スーシーの説得に応じと。西洋の女性を破壊しましたと。朝鮮さんが西洋の制圧を開始しましたと。韓国さんが技術の説得に応じ投与されましたと。お、来た、80ね。80来ましたよ。ちょっと待って、報告します。上等で騎兵の訓練だ。どうだ、構いませんよ。あとは、あ、まあ、カコートンさんはもういいね。よくしょ。はい、おお、また。
あら、番長様、何か考え事ですかと。ああ、宝探し言われちゃった。まあいいでしょう。時間もかかるし、お金もかかっちゃうね、これね。さあ、じゃあ私は人雇いに行きましょうか。あら、あ、ごめんなさい、カコートさんはちょっとね、もうちぎっちゃってるからね。さてと、じゃあここはすでに派遣してますね。敵役がおります。おや、エインさんいけんじゃね。すでにもう純一さんは、あ、いやでも私が行こう。着手します。はい、じゃあ私が行っちゃいましょう。ね、はい、移動ね。もう私を囲んでる国は信用だけだね。信用との友好関係はどうなんだろう。外交を見てみましょうか。ああ、マイナス4でダメだわ。ダメだね。ということは攻めに来るかなと思っててもいいのかな。さあ巨者に行きましょう。あわよくば純育さんも手中に収めたいんだけど。報告します。はい、どうぞと。構いませんよ。てかどちらかというと先純育さん行きたいんだよね。あ、取った取った。今から行行けとか言うなよね。行の大使とか刺されて嫌だけど。あ、ならなかったね。よかったよかった。さあ、じゃあ上皇さん解散しちゃいましょうか。かしこまった。ほら、そこにもらわれた。おい、正義さんね。はいはいと。あ、いい時間になっちゃったね。それじゃあこの辺で終わっておきましょうか。東博さんで三国志13終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。